敬愛大学はこちらをご覧ください。ここでは大学の独自カリキュラムについて紹介されています。特徴的なのは4年間で段階的に身につけることができる学習環境、敬愛スタンダードです。初年次教育と専門教育で知識を身につける学部教育、現代社会で求められる ICT スキルや実践力を身につける社会人基礎教育、そして就職力を高めるキャリア教育からなる独自のカリキュラムです。総合的な力を培った学生たちは就職活動で目標企業の内定を勝ち取るだけでなく、社会に出た後に即戦力として活躍する力を確実に伸ばすことができます。そして副専攻エアポート成田地域産業学も新しい学びの形です。空港ビジネスや地域産業について学ぶだけでなく、インターンシップなどを通じて実践することで空港関連企業に就職できる専門的な知識と能力が身につきます。ぜひチェックしてみてください。4年間を通じて学生の力を総合的に伸ばすことのできる環境が皆さんの秘めた力を引き出してくれそうです。